ございます。今朝の7時です。今日はね、ちょっとビートルのオイル交換をしたくて朝起きて、こんな感じでこれからまあちょっとね、こいつはチューニングビートルなんで、オイル 6.5 リッター入るっつう話で、一回ビートル屋でオイル交換してるんで、まあ、ちょっと試しにね、自分でやってみようかなと思って、よし、頑張るぞ。オイルが抜けてます。黒いね、結構、ちなみにこのオイルパンが、3.3 コートだっけな、増量するとか言ってるんで、純正1600だと4リッターぐらいかな、4リッター入んないぐらいか。だから足せばやっぱ6リッターぐらい、 6.5 とか入んのかな。いいわ、こいつ、この蓋を外すんですが、この中にね、このオイルパンを止めてるネジがいるんで、まあ、こいつを外さないと外れないと思うんで外します。あの蓋を外したら、オイルフィルターが出てきたんですけど、なんでここがこんな折れるかな、これは なんていう部品かよくわかんないけど、ここ折れる、普通経年変化なのかなんかわかんないけど、オイルフィルターは買ってないんで、ちょっと今日はここで一旦作業ストップって感じですかね。で、まあ、蓋取るとこんな感じで、中にはやっぱ、ウールパン止めてるネジがいますね。六角があれでも、六角って止まってんな。しました。まあ、見た感じ、漏れてますね。やっぱり結構オイル漏れあったんですけど、なんかガスケットのこの辺なんかね、しかもネジがこういうので止まってんですけど、すんげえ緩くって、なんかトルク不足かなっていう感じなんですけど、多分ねこの辺から結構オイル出てたんじゃないかな。なんで、まあ、ストレーナー買い直して、さっき壊れてたやつで組み直せばいけるかな。まあ久々バイクじゃねえや、車いじくったら楽しいですね下回りすげえ綺麗で、やっぱフロアパンもね、ものすごい綺麗だから、やっぱりいい車ですねこれ。組成がはっきりしてる車だったんで、よかったなと思います。